インドプレートインドプレートは右端の赤色部インドア大陸と北辺のヒマラヤ山脈はインドプレートとユーラシアプレートの衝突の結果である。インドプレートはゴンドワナ大陸から分裂してできた地殻構造プレートである。5000から5500万年前はオーストラリアプレートと融合していたが現在ではインドア大陸を含むインドオーストラリアプレートの一部となりインド洋の一部となっている。 約9000万年前の中世代白亜紀の後期にインドとマダガスカルを合わせたインドア大陸がゴンドワナ大陸から分裂し、その後マダガスカルからインドプレートが分裂した。インドプレートは約20センチメートル年の速度で機体移動し、5000から5500万年前の新世代四神よりアジアに衝突した。この間、インドプレートは他の どんなプレートよりも早く移動し2000から3 0 0 0トルもの距離を移動した。インドプレートが早く移動した原因は2007年にドイツの地質学者らによって解明された。インドプレートは他のゴンドワナ大陸から派生したプレートと比べ半分ほどの厚さしかなかったのである。また、インドネパール間で起こったユーラシア大陸との衝突によって地殻が盛り上がるようにして、 チベット高原とヒマラヤ山脈が形成された。現在、ユーラシアプレートは2トル年の速度で移動しているのに比べ、インドプレートは北東へ5トル年の速度で進んでいるため、ユーラシアプレートは歪み、インドプレートは4ト、mm、ル年ほど圧縮されている。マグニチュード9.3の2004年インド洋大地震は、インドプレートが インド洋東部のビルママイクロプレートの下に6センチメートル、年の速さで沈むことにより生じるプレートの歪みが原因であった。澄んだ海溝はインドオーストラリアプレートとユーラシアプレートが衝突している境界に位置しているので、この周辺で起こる地震は東へ滑り込んでいる。沈み込み態で起こっている。また、2004年12月26日に起こったこの地震も、 沈み込み帯により引き起こされたものである。2005年10月8日、マグニチュード7.6の地震がパキスタンのカシミール地方で発生した。死者は8万人以上250万人が家を失った。ありがとうございます。